4月のスペードが初の店舗ナンバーワンに輝いた。スペードがスタートし1年4ヶ月、悲願の店舗ナンバーワンだった。やっとここまで来たかなっていうくらいですね。みんなが別にすごいめちゃめちゃできるとは思ってないですし、ただまあ、 うちの幹部も言いますけど、同じくらいの出来とか、あと役職の子たちには絶対負けないって言ってるんで、まあ、実際それが負けてないからこそ、まあ、店舗ナンバーは取れたんじゃないかなと思います。まだ納得したいと思うんで、1位も、もちろん嬉しかったですし、ただっていう感じなんですけど、半年ぐらいナンバーワンドーンみたいなやつはやりたいんですけど、スペードはまだまだ弱小店なんで。悲願のナンバーワンではあったが満足はしていない。スペードの目指すべき姿はまだこの先にある。僕らも一人一人が弱みを知っているのが強みじゃないですか。自分の弱みを知っていることがスペードの強み。ずっとやっぱナンバー入っていきたいんでってなると、やっぱり今一番大事な時やし、一番まあ今乗ってる時なんで、みんな今後はもちろんその、まあ、人数を増えたりとかして、まあ、もちろん店舗展開っていうところも次のステップでもちろん見てますし、それまでにできるだけ強いものを作っていった方が僕はいいと思ってるんで。2016年5月の店舗売上ランキング第7位、10位変わらずドキドキゴープログレスセカンド。第6位ワンランクダウンアップトゥーユー。第5位ワンランクアップワッツアップ。第4位ワンランクダウンラブホリック。5月のトップ3はこの店舗だ。1店舗目は司を中心に幹部が力をつけ、ナンバーワン争いに名乗りを上げた。代表一条司率いる北斗武装も打ち倒す勇往邁進の雑草集団、ドキドキゴープログレスファースト。2店舗目はゆうたのバースデーがあった5月度、ナンバーワン奪還は史上命題か。代表矢吹ゆうた率いる2015年度最優秀店舗、ドキドキゴー。3店舗目は悲願のナンバーワンを獲得した勢いで V2 達成するのか。代表結城拓也率いるノービスファミリー、東心斎橋遊戯クラブ、スペード。5月の店舗ナンバーワンに輝くのは、第3位ワンランクアップ、北斗武装も打ち倒す勇往邁進の雑草集団、ドキドキゴープログレスファースト。第2位ワンランクダウンノービスファミリー、東心斎橋遊戯クラブ、スペード。第1位ワンランクアップ、2015年度最優秀店舗、ドキドキゴー。